こんちゃーす。浄化水。大量の SS ランクモンスターを入手する方法を紹介していきたいと思います。まずは、SS ランクのモンスター、エスターク、エルギオス、ラプソーン、デスタムーア、オルゴデミーラ、ミルドラス、レスピサロ、シドウ、ゾーマ、ガルマッゾ、ゼルドラド、ベリンダ、ガルレイ、ホウオウ、グレイツェル、ベルムド、ジウギス、バサグランデ、ラズバーン、アフェブラック、トワイライトメア、サジンのゲンマ。このあたりですね、自分が見つけられたのはこれらのモンスターです。他にもきっといるはず、いるはずです。まだまだきっといるんでしょう。これらのモンスターを入手するには大量のお金が必要になっていきます。大量のお金を入手する方法は、簡単にご説明しておきましょう。きっとこういう動画を見てる方はもう知ってると思うからね。ディスクコード1で選ぶべきは、そうですね、大いなるとか燃えるあたりがおすすめです。左から3番目の魔獣系のモンスターが出てこないっていうところがポイントになると思います。鳥系のモンスターがいるとめんどくさいですね。コード2は競争を選んでください。競争の金色のやつ、なければ銀ですね。競争が簡単でいいです。銀のやつを選ぶとちょっと金額、報酬が変わってくるのかな。そしてここセレブナを選んでください。セレブナがない場合はお金を頑張って集めて100万ゴールド以下、100万ゴールドを銀行に預けてください。そうするとこれが解放されるようになります。レベルは頑張って100、まあ別に100じゃなくてもいいんですけどね、上がってったら。まあ100からスタートした方がいいのかな、楽かと思います。はい、すると、こんなマップができますので、これを何回かクリアして、1回で一番いい金額は187,500ですね。S ランクだと187,500、レベル100で確保できます。それを何回かやれば当然お金は集まります。さあ、では早速、魔王がゲットできるディスクを作っていきましょう。眠れる。ない場合は、あなたで手震える。で、魔王をいっぱい集めて、ある程度の割合、魔王系のモンスターを集めるとこれが解放されるはずです。眠れる、天才の、あるいは青空の競争ですね。金ね、コード3で美しいを選んでください。で、レベルをマックスといたしましょう。これを OK を押す前にセーブをしておくと楽になると思います。セーブする、自分の狙ったモンスターが出ない、リセットするを繰り返すってことですね。さあ、じゃあやっていきましょう。今回はラズバーンでしたね。うん、ラズバーンだったら一回削除する。作成、眠れる。自分はこんな感じでやってます。美しい。作成。お、今回はガルレイ。こんな感じで変わるんですよね、毎回ね。で、自分は一応、冒頭で見せたくらいのモンスターたちは見つけられたけど、きっと他にもいるんじゃないかなとずっと思っている。おう、しょっぱいのばっか出るね。嬉しいんだけどね、本来なら。今回はもっとでかいのドーンって、知らないやつ、おお、あるんだっていう感じのを見せたいんだけど、さすがに無理かな。ゴーマショーブレンダー、ブレンダー？俺ブレンダー持ってなくね？ベリンダーじゃなかった？さっき。ちょっとやってみようか。あれ、ブレンダーだったかベリンダーだったか、もうわけわかんなくなってきた。崩落都市はね、高いところにこのポイントがあるとすごくめんどくさいですね。まあ、こうやって地上戦だったらライドできるレジがいるんでめちゃめちゃ簡単ですけど、あとは敵をかわしていくだけですね。おっとっと、まあ、基本的に飛んでるやつらがいなければ割と簡単にかわせると思います。飛んでるやつはちょっとめんどくさいですね。あとでかいやつね、結構当たり判定が広いから。ブレンダーだったよね。 62.5% の確率で確保できますね。できません、運が悪い。これはめちゃめちゃ簡単なやつですね。Bye.
生スランクのモンスター配合にももちろん使えるし、一気にプラス99可能ですからね。 S ランクだと 62.5% レベル100でね。 A ランク1回戦と2回戦とすると A ランクになって、これが 50% ですねとなります。かなり高確率で、あーブレンダーだったか、確保できますのでおすすめなやり方だと思います。はい、こんな感じでございます。もう大量に SS ランクモンスター確保できるので、今まで作ってきた自分が本当にバカだったなって今更ながら思ってます。まあある程度ね、 S ランクモンスター掛け合わさないとできないってやつもいるんだろうけれど、絶対こっちの方が楽なので、ぜひやってみてください。それでは今回はここまでにいたしましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。